見て、ピカチュウが来てる。今度はあのピカチュウを取ってみよう。まずはポインターをピカチュウに合わせるように動かしてみて。今ピカチュウの周りに四角いマークが出たよね。これは写真の主役を示すってことだけ覚えておいてね。博士に評価してもらうとき大事だから。じゃ、撮ってみて。そう、バッチリだね。でもちょっと遠いからピカチュウが少し小さく見えるよね。そんなときはズームを使うといいよ。ズームするには ZL ボタン押している間だけズームするよ。じゃあピカチュウを大きく撮ってみよう。いってらっしゃい。初めての撮影楽しんできて。